ルシートって今回、はい、何のためにこうかけられていると考えていいんでしょうか。一番はやはりあの船体をねしっかりと固定するためにロープかけますね、はい、でここはもう何本もロープあります。あのロープと船体が擦れたらばであの船にまた傷ついちゃいますから、それをね傷つくのを抑えるために全体をあのブルーシートで囲うということだと思います。それがね一番の目的だと思いますね。一番最初見た時に、ええ、あやっぱり小型船だと、あの昨日の、ね、映像なんかから見ると結構あの小型船でもねかなり大きく見えたんですね。でも今ね見てみてもうこの感じでいくとやっぱり小型船だったんだなっていうイメージ。でこういう小型船だと、まあ、あれぐらいのね波、まあ、例えば波高3メートルというようなねそういうところを航行するにはもうかなり難しい大きさの船だということがね改めて分かりました。さすがに3メートルの波この中をねあの航行できる船ではなかったなというふうに思います。機関室周りっていうのはかなり重点的に見ると思うんですね。あのつまりエンジンの周りで何かこう海水が噴き出すような仕掛けがあったかどうか、それから次にあのそれ以外のですねあの船というのは結構空洞だらけなんですね。の空洞には普通海水入らないようになっているんですけれども、そういうあの空洞にですね何か あのきっかけで海水が入ったというようなことがないかどうか、まあ、こんなところを、ね、見ていくんじゃないかなと思いますね。右舷側の窓の部分がちょっと違うものに置き換わっているような雰囲気があったんですね。で実を言うと、はい、あのもしかしたら右舷側の窓1枚外れてるかもしれない。で今までの、ね、写真では右舷の写真って出てないんです一切。で今日初めてあの右舷側が姿を現して、まだほとんどがあのシートで隠されてるんですけれども、ただその一部でどうもここ窓かなというところにちょっと窓とは違う材質のものがはまってましたので、そのあたりがねあの今日新たに分かったことだなというふうに思います。右側のねあの窓に何かしらの損傷があった可能性はありますね。